こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2024年の3月29日を3時間過ぎましたけど見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 98.7 ということでちょっと残念ですね。何が残念かというと今日の日中ですね、しっかり100円超えたんですね。まあ、しっかりっていうほどじゃないか、ここちょうど日が変わる前ぐらいですかね。はい、それと9時ぐらい、はい、パッパッと上がってでまたね90円台と、はい、1時間足ですとちょっとねここの水準を昨日ね超えたらいいなって言った感じで喋ったんだけど一旦超えたけどまた戻っちゃったということで、でもこれが本当にラインとして機能してるんだったら超えてねちょっと戻ってもう一回ここで反発して上に行くというふうにちょっと勝手に推測したいと思います。ではツイッター見ていきます。はい、ダラボーさんから米国の州はカルダナ財団にブロックチェーン上の投票の支援を求めましたということでいいですね。要求があったということですかね。はい、まあ確かチャールさんもね、こういう話がありそうだっていう話をだいぶ前からあったけど、ね、やっとなんか形になってる風な、ね、話が出てきたのでよかったなと思います。はい、横山さん、今春以降日本にコミュニティハブができるのかということでインターセクトですね。はい、こちらちょっと記事をね、たどっていきます。コミュニティ、フランチャイズハブを交差させる。カルダノはグローバルであり、関係者全員が平等に参加して貢献する機会を持つべきです。そのため、インターセクトコミュニティフランチャイズハブを導入することで、先駆的な一歩を踏み出したことを発表できることを嬉しく思います。インターセクトコミュニティハブは、メンバーが協力し、出会い、参加するための地理的な中心点として機能します。これによりメンバーは地域のイベントやワーキンググループに参加し、地位的なひねりを加えた意見を表明することができます。これは体のガバナンスシステムの基盤であるコンセンサスメカニズムを検討する際に非常に重要です。最初の地域ハブは LATM、ラテンですかね、これ。インターセクトのメンバーであり、委員会のメンバーであるアレックスが、こちらのコミュニティハブのフランチャイズマネージャーを務めています。で、ここですね。日本もこの春に続きますということで、ここでやった後に次に日本でやるぞと言ってるみたいですね。はい、コミュニティハブ、何を期待しますか？地域の交差するコミュニティに合わせた、まあ、インターセクトのことですね。毎月のタウンホール、地域専用のディスコードチャンネル、インクルージョンと参加を促すため、翻訳とローカライズされたコンテンツ、地域の交流会やイベント、そしてもっとたくさんと。そして、他にもメンバーエリアを紹介、ガバナンスツールの更新ですね。はい、ということで、まあ、大きく動いてきますね。はい、で最後にリマインダーということで、私たちのナレッジベースは拡大を続けており、様々なインターセクトの委員会をサポートする現在および提案されているすべてのワーキンググループの詳細を知ることができるようになりました。体の健保に関するコンサルテーションをサポートする新しい役割が利用可能になりました。DLEP パイオニアプログラム助成金、DLEP パイオニアコースを共同設計し、体のコミュニティに提供する DLEP ワークショップリーダーに応募するために、残り1週間ですご参加ください。やっとここですね。インターセクトは4月に Teams ブロックチェーンのイベントのために東京に戻ります。4月13日より、インターセクトのマーケティング&コミュニケーションディレクター、ジャック・ブリグスがメインステージで基調講演を行います。地域にいる場合は、また日本に向かっている場合、インターセクトのメンバーは特別割引を利用して参加できますということですね。はい、ちょっとこの間ご紹介したんですけど、Teams の中にね、エマーゴの紫さん、小玉さん、そしてインターセクトも登壇して喋るということですのでね、はい、でブースも出すということなのでインターセクトブース出すと思いますし、あと、サイドイベントもねありますのでぜひ、行っていただければいいかなと思います。はい、今度カルダノコミュニティからアコールトゥアクションということでちょっと対応してくださいみたいな感じですかね。はい、こちらですね。はい、レイヤーワンソリューションオブザイヤーということで、ちょっとこういう投票が始まってるみたいです。はい、ブロックチェーンライフアワードというものですね。はい、で、これボートってあるんですけど、こんな活動というかね、みたいです。ベストクリプトエントレプレーナー、ベストクリプトエクスチェンジ、ベストクリプトインフルエンサー、で、さらに下に行くと、ベストスタートアップ、ベストリクイディティプロバイダー、ベストエクスチェンジフォーデリバティブ、で、
ベストクリプト YouTube チャンネル、ベストクリプトウォレットソリューション、ベストクリプト、ベストトレーディングアプリ。で、さらに、ベストリスティングエージェンシーとかね。まあ、いろいろあるんですけど、カルダノが3番手ぐらいに、どっかにいましたね。どこだったかな。あ、ここですね。ベストレイヤー1ソリューションと。ですね。ベストレイヤー1ソリューション。このマルチバース X イーサリム、カルダノと。いうことでね。はい。で、あと、ソラナシリーズと続くんですけど、まあ、ちょっと3番目。まあまあ、いい方ですかね。はい。あと、まあ、シンギュラリーネットだとか、いくつかね、カルダの周りも載ってたと思います。はい。これだけでもすごいけど、今日のメインはこれかなと思うんですけどね。はい。ビットタイムス、カルダの財団、アルゼンチンのエントレ・リオス州政府と提携と。はい。こちら、ビットタイムスの記事です。カルダノ財団がエントリリオス州知事と面会。カルダノを支える非営利団体カルダノ財団がアルゼンチン北東部のエントリリオス州政府と提携したことが明らかになりました。複数の報告によると、カルダノ財団は先日エントリリオス州知事であるこちらの方と面会したとのことで、現在は同市のリンクドインページでもカルダノ財団と面会したことが報告されていますと。これですね。アルゼンチンのエントレ州知事である、こちらがカルダノ財団、やティアゴと面会したことについてリンクドインに投稿しました。一緒に力を合わせてラテンアメリカのカルダノコミッティとともに突き進みましょうと。はい、イノベーションに推進に向けた最初のミーティング、この報告によると、エントレリオス州は同州をイノベーションの最前線に進めるための準備を進めているということで、今回はカルダノ財団のラテンアメリカ責任者である、ラファエル・フラガ氏と最初のミーティングを行ったと報告されています。具体的な取り組みの詳細については明らかにされていないものの、今回の投稿ではカルダノ財団のビジョンとエントレリオス州で進められるイノベーションがマッチしているということが説明されています。カルダノ財団との協力によって恩恵がもたらされる分野の一つとしては教育分野が挙げられていますが、それと同時に公共サービスを提供する際のコスト、時間、官僚主義を減らすこともでき、国の効率も向上させ、国庫の発展の新たな機会を創出し、集団的発展の条件を備えることができると説明されています。はい。今回のミーティングでは、お互いを知るための意見交換が実施されたとのことで、今後は必要な研修に取り組んだ後に技術の実装に取り組むと報告されています。なお、地元メディアの報道によると、カルダノ財団との連携では、デジタル ID の実現、教育記録におけるブロックチェーンの活用、公共サービスで取引コスト複雑さ、時間を削減するための公開情報整理などが検討されているとされています。カルダノ財団は世界中の様々な地域で提携活動、関係を拡大しており、今月はドバイ警察との協力なども報告されていたため、今後のさらなる技術活用に期待が高まっていますということで、そうですね、ドバイ警察との協力の後に今度は、アルゼンチンの州ということですね。はい、アルゼンチンといえばですね、このミレイ大統領が、結構ね、クリプト寄りだということですので、すごい、期待が、ね、できるような気がします。こちらの記事は、アルゼンチンの新大統領政権、契約の使用可能通貨にビットコイン承認と、年末のニュースですね。はい、こんな感じで、非常に、なんだろう、クリプトに近いというか、クリプトを受け入れてくれる国なので、本当にここで1個事例を作ると、このミレイさんもね、仲間に巻き込むことができると。いうことも期待できますよね。楽しみです。はい、最後にナップさんですね。カルダノハッピーライフ。海外移住調査のためにマレーシア訪問。旅ブログのような現地レポート動画です。マレーシア良かったなということで、カルダノ、まあ、関係あるかないかに関わらず、海外移住を、ね、考えている方は、参考になるんじゃないでしょうかね。はい、ちょっと拝見しましたけど、マレーシア編って書いてあるので、次にね、他の国も出てくると思いますし、まあ、同じ暗号資産、カルダノを持ってる人としてね、の、多分なんだろう、しゃべりとかね、解説もあると思うので、ぜひご覧になっていただければと思います。では値段に戻りまして、98.79 円ですね。はい、14,012.9×、
98.79 で元本が10万円ですので、計算しますと128万4245円のプラスということになりまして、はい、1284% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。